この先1週間なんですけれども、特に週末頃からは暑さが各地強まってくるというふうに見られます。まずその様子、天気図で流れをご覧いただきましょう。向こう1週間の特徴なんですけれども、南の海上にしばらく前線、これ梅雨前線ですね、これが停滞する形となります。沖縄はこれの影響で雲が多く、梅雨空ということになるんですけれども、一方で本州付近は連日こういった高気圧に覆われる形になりまして、晴れる日が多くなります。強い日差しによって毎日こう気温が上がっていくんですけれども、晴れ日が続くことによって後半ほどより気温が上がりやすくなることが想定されます。まずその様子、天気アイコンをご覧ください。このように沖縄はしばらく雨が降りやすくなる以外は、東北から九州にかけては晴れる日が多くなるというふうに見られます。この辺り寒気の影響で若干大気の状態が不安定になる可能性はあるんですけれども、長い時間にわたって雨が降るようなそういったことはなさそうです。そして注目の気温です。こちらこの西日本ですとか東日本エリアは広く25度以上の日が続くんですけれども、特にこの週末頃からはもう一段気温が上がりやすくなります。特に西日本については大阪や福岡30度近い気温が予想されておりますし、内陸部に行きますと30度以上の真夏日になる可能性があります。関東など東日本についても連日25度以上の夏日となりそうでして、各地空気は乾いてはいるんですけれども、日差しによる暑さがかなり顕著になりそうです。この先については熱中症に対してより注意が必要となりそうです。最新の気象情報についてはお天気アプリウェザーニュースでも随時ご確認いただけます。